今日ご紹介するのはオープンサイクル UP の一番小さいサイズ、 S サイズですか、これは S サイズのオープンサイクル UP をホワイトインダストリーの缶組の 650B で組んだ、オールロードになります。そうですね、もうなんか複数台組ませていただいて結構たくさん組んでるバイクの方かなとは思います。多分今年になってからサーリーのクロスチェックよりよっぽどこっちの方が組んでるかなと思います。この、仕様は 650B でまず缶組であるということですね。で缶組ホイールの、650B の、インダストリー9っていうのは、マウンテンバイクの一応まあ規格ではありますが、このタイヤの幅がウルトラライトっていう一番軽いやつですねで組んであるので、タイヤの幅も結構狭めだと思います。30ミリかなこれは。で、缶組のバージョンだけこうやって、ストレートプルの、アルミのニップルで組まれています。なんかこうアルミニップルはマウンテンバイクみたいな感じで派手に乗るとスポークが抜けるっていう話がよくありますが、インダストリー9のこの J ベンドじゃない、やつは、インダストリー9の会社の中だけでしか組ませてもらえない特別な仕様になってるんですね。で僕たちも、一切触ることがありません。でこういう風な仕様で、アルミのスポークを使って組んでいるバージョンのものが実はインダストリー9の缶組の証ではあります。めっちゃ軽いねこれね、やば笑けてしまう。めちゃめちゃ軽いです。カレンちゃん、はかり持ってきて。そう、今回の仕様は、ライバル1で組みました。でライバル1で組んでインターナル処理して一回バラして中通してインターナル処理してあります。でオープンサイクル UP の、フロントブレーキは台座使わないんですよね。台座を使わずにダイレクトで付けられるっていう専用のフォークの設計です。でこの専用設計になったことで、ライバル1で付いているもともとの、ネジっていうのが使えないので、フラットマウント用のネジが使えないので、TRP のものを使いました。重さ 8.15、 うんと、すごい。もともとは165のクランクでご注文いただいたんですけれども、165の設定のクランクがなかなか入ってこないので170で、組みました。でステムも本来は、エンビーでご注文いただいてるんですけれども、たまたまエンビーで今80ミリが在庫がないので、80ミリの、デダを、つけてとりあえず納車させていただくことにしました。ハンドルはディズナの、これはバンディかな、バンディです。
で、バンディのいいところはこのリーチがすごく、短いんですよね。なので手があんまり大きくない方でも、こう掴みやすくなったりとか、あとこう下にハンドルの下に手を入れた時にもこの高低差があんまりないんですよ。かつこの部分が長いんです。このリーチが長いので向かい風とかでこの辺掴みたい時、こういう風に乗りたい時はとても、効果を発揮してくれます。あとはそう、これ見たことないでしょう皆さん。冒険の冒険プラスチューブレスレディで、冒険40シート36シーがあると思うんですよ日本には。で 650B っていうのが実はアメリカに存在していて、 650B の42C っていうのを、日本にはまだないので来年ぐらいまでずっと入ってこないと思うんですね。でこれ少量ですけれども少し取り寄せしました。でタイヤのパターンもすごく良さそうなので撮ってみました。パターンこんな感じです。少しこう柔らかい、この真ん中はこう杉目っていうか、なんだろう、これエンボスみたいになってるのかな。ここはスリック、真ん中スリックで、このこれは初めて見たな、エンボスされてますね。四角くエンボスされてて、でまた一段落ちてこのタイヤのノブが、スモールノブが 1,2,3 ってあるような感じで、やっぱり柔らかいです。 42C なので 42C でね、 42B かよくわからんけど、42ミリ以上あるってこと？測りましょう。行きます。ズン。46ぐらいある。で、タイヤのノブからノブで、あ、ここでノブノブで多分42ぐらいっていうことですね。言ったらこの そうか30ミリじゃなかったんだ。これウルトラライトの、ホイールが20、これだと7、8ぐらいあって幅がね、でそれに、42B をつけてるので実測、アルミの、チューブレスレディの幅が28ミリでつけた時にだいたい46ミリ幅です。みんなこの辺りは、まあ、なかなかデータないだろうからこんな感じのバランスで、タイヤのクリアランスも非常にいい雰囲気で収まってるんじゃないかなと思います。オープンサイクル UP に使うときに BB 入れてるのが、BB386 エボっていう規格のものを使ってるんですけれども、386エボの BB でおすすめなんですかって聞かれたことがあって、僕は刀剣の忍者 BB よく使ってます。忍者 BB 真ん中にスレッドが入っててこうしっかり締めることができるのでおすすめできます。
シートポストはエンビー使いました。で、エンビーのシートポストとこのブルックスのサドルの C13 っていうのが相性が異常に悪くて、めちゃめちゃ相性悪いんですけれども、これ入れるの大変でした。いつも苦労するんですけど、この幅が10mm で、横幅が7mm っていう、カーボンレールってだいたい 10mm 幅に 7mm のレールなんですよ。で、エンビーのこのヤグラのこの上に乗っかってるシェルのタイプが、7×9 っていうサイズなんですね。でも実寸で 7×10 あるんですよ、ここが、このレールが。なので、まあ少しこう食わせるっていうか、スタックさせてこう、つけるような感じのニュアンスなんだろうなとは思いながらも、ちゃんとここが収まりが良くないと、この溝の部分ですね、この溝の部分が収まりが良くないと、まずこの下の、レール受けがしっかり入っていかないんです。このコマを2つネジの抜いて、先にこっちの、レールの矢倉を入れるんですけど、これを入れて、かつグッとこう押し付けなきゃ、これとこれをサンドイッチしなければいけないんですけど、難しいんですよ。その時にウォーターポンププライヤーっていうのを持ってきてください。ウォーターポンププライヤーこれです。こういうプライヤーがあって、こういう状態でここに厚めのバーテープとかを巻いて、こことここをこうクランプするんですよ。そうするとこのネジを、ネジのコマとコマ、こっちから取ってもらうといいかな、こことここがグッと入ることで、このヤグラとこのヤグラがレールにギュッとこうサンドイッチされるので、これをこうグッとクランプします。それでしっかりスタックさせてネジを入れていくっていう風なシステムなんですけど、まあいろいろね、やっぱり相性がありますよね。C13、ブルックスっていう名前ついてますけど、もうあのレールの形見て、いやあのフィジークでしょって思う方もいらっしゃると思うんです。そう、その通りフィジークなんですよ。でフィジークのものとエンビーの商品が非常に相性が悪いというお話でございました。ここのピタッとこうくっついてて、ここの内側の部分を、この部分は、この横幅の部分は7ミリなんですよ。こっち側が10ミリ、こっち側が7ミリなんで、7ミリのヤスリで削りました。少しずつこの矢倉をね、で当て込んでいって、できるだけピタッとくっつく位置を見つけて、そんなあの何ミリも削らないですよ。本当に滑り止めぐらいにこう当たりを取って、バリを取ってペーパー当ててっていう風な感じですけれども、そういう風なことをいろいろやっています。結構あのやってるところ少ないかもしれませんけれども、まあ、あのそういうところで割と苦労してつけたりすることが多いです。高いパーツだと精度がいいからあいつら楽してんじゃねえのって思われたりしますけど、実はメカニック側であの吸収しているそういうふうな作業っていうのは大変たくさんありますので、あんまりあのいろんなところで揶揄しないでください。でこういうところで1個ボルトを入れた後にこう3巻きぐらいして、で3巻きしてここの溝にスタックさせてから1回緩めて、また今度こっち側でグッと入れて、でまたこっち側と、で両方ともちょっとずつ締めていって、今こういうふうな形を整えております。大変なんですよ実は。はい、
というわけで今回は、オープンサイクル UP の、アンビーテンパスという、グラベルのオールロードのバイクです。オールロードのバイクで、こういうふうな仕様で乗ろうとするとスチールだと大体10キロぐらいになると思うんですよ。ただこれは 8.2 軽いね。ハンドルバーとかステムとかアルミの割には随分軽くできたんじゃないかなと思っております。冒険プラスのタイヤ少し、高くなってしまって7000円で販売してますが、ご興味がある方はぜひ、一度、お問い合わせしてください。一応 YouTube の下のところにリンクを貼っておきます。今日は、オープンサイクル UP のアンビーテンパスをご紹介いたしました。